どうもプロボーラーのスターでーす。どうもチョコモチョッキューでございます、はい、ということでまたまたこの2人が揃うということは、はい、この企画がやってまいりました、はい、チョコモチョッキュー企画、100万チョコをかけた一戦ハイフレーム対決です。いやありがとうございます。これはさてやき皆さん、はい、これを見てください。このネクタイ笹田チャンネルのネクタイでございます。あの高級高級、そうそう、これつけてねお見合いしたらすぐ結婚できるっていう、なるほど、有名なやつ、あのよく週刊誌の最終ページに載ってるやつ。いやそれちょっと怪しいからやめます。怪しいから、まあ、そんなことはどうでもよい、そんなことはどうでもいいんですけども、ということで今日はね、まあ後で出ますけど、例のくのいちでおなじみのとてもとてもお綺麗な大中すみれプロをゲストにお迎えしまして、なるほど、笹田プロのチームはなんと例のぐの一ということでございます。位置づけ的にぐの一なんで、ということで、はい、早速お呼びしましょうかね。呼びましょう。大中すみれプロでーす。大中プロよろしくお願いします。ニンニンということでね。ニンニンということでね。はい、でこちらチームにね、はい、あとここコロナキャットボール金沢店さんの、あの、はい、とても大人気のスタッフさん、ゆみっちですと思ったらゆみっち今電話してますけど、急いで出てきてください。はい、ゆみっちさんよろしくお願いします。ありがとうございます。でね、もう一人、もう一人、もう一人、くのいちチーム、花形です。花形。ひなたちゃん、どうぞー。あー、ひなたちゃん、裏切った。前回、笹田チームだったんですけどね。笹田チームだったのにね。もうどうしてもこっちがいいと。もう前回、嫌やったっていうことやったんで。なるほど。そう、嫌々投げてたんで。嫌々ながらね。もう今日は楽しく投げる、はい。気持ちはわからんでもない。笹田様、かわいそうなんで。はい。ぐの一チームにもう一人、強力な助っ人。強力。レオドリでおなじみのレオくんでーす。富山一回転軸が汚い男で有名です。回転軸に注目です。噂によると笹田チャンネルでまだ1回もストライク出したことないという。ぐのこっちょ、ぐのこっちょ、ぐのこっちょ、ぐのこっちょということで、はい、はい、ということで今日はこんな感じで、はい、詳しくは、はい、まあ詳しくはおいおいということで、おいおいで、とりあえずプロが頑張ってもらって、はい、ハイフレでストライク出し続けてもらうと。なるほど。あの2投目はちょっとなしでいきます。なしでね、巻きで巻きでいきましょう。グの1チーム対グの1チーム、グの弟子と、グの弟子が投げるんで、こっちの2人は9本カウントでいい、ストライクですと。なるほど、はい、という形。大中すみれプロはもちろん10本です。わかりました、はい、ということでじゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず僕たち行きます。いやーマジ勉強さま。じゃあこっちにいいな、かわいくて。なんかいいな、ね、かっこよくはないかな。じゃあそういうことで具の骨頂らしく頑張りましょう、はい、100万丁。じゃあもうこっからはマイク、マイク。さあそれでは始まりました、はい、ハイフレーム対決。いや久々やね、大中プロとの撮影もね、久しぶりですね。なんかドキドキする。ドキドキする。なんかドキドキする。100万チョク入るからね、本当に、はい、本当に、はい、本当に1万円もらえますから。100万チョコ。円で行っちゃったから。円で。円で行っちゃった。ついついね。ついつい。ちょっとガチだから、ガチだから。はい、私はガチやね。ガチ。ガチなんで。生活かかってるんで、ちょっと。はい。はい、ちょっと今日のね、今日はね、師匠が来たから。師匠、もうここで負けるとね。何も喋らんようならず。何も喋らん。はい、行きましょう。よし、はい、頑張ります。はい、1万円かかってるので。100万チョク。ついつい。トリトラック、わかりました。1万円。さあ、どうでしょう。やばい。おっしゃ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 、いいぞ。あ、プロ。決まった。ちょっと、行くよ。邪魔しなくていいのよ。こっちこそ具の骨頂じゃないよ。具の骨頂。具の骨頂。ニンニンじゃない。ニンニンじゃない。結構中から投げられるんですね。いきますよ。そそらクラスになる。いいから戻れ。いいから。そこまでして1万円が欲しいか。欲しいです。欲しい。一言言っていいですか。俺も欲しいです。行きましょう。お、あ、どうしよう。おしよ。俺、いやいや、見てください。俺のが多いですから。よし、いいぞ。いやー、ちょっと心配や。あ、なるほど。なるほど。ファーストレディーでね。ファーストレディー。なんか、感じ悪いな。心だけじゃなくて、回転軸も汚いから。見たらわかる、見たら。かわいそう。さあ、9本、ストライク扱いなんのこれで。まずいですね、それ。
頼むよ、ちょっと、具の弟子、レオ。一回ぐらい、それ出してよ。じゃあ、頼むよ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 。ほーらー、まだ出せないの。え、1時間練習したのに。1時間練習して、これですよ。大中さん、応援してないよ。はーい。応援してないよ。オッケー。ちょっとやめてやめてやめて、よっしゃー、いいぞー、よし、当たり気、ま、ここです、任せなさい、任せます、もう私はレーン分かりましたから、よし、びっくりしただからここに、ね、もういいよ、びっくりした、びっくりした、参考にさせてもらいます、参考に、だからこっちに下がりなさいって、だからストライク出ないんだ味方でしょ、あなた味方、頑張れ、ほら来た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 、やったお、なんでやねん、よっしゃよっしゃ、なんでやねん、完璧やないか、次じゃん、ヤドちゃん、これハイフレームってもう自動的に9本ミスになるってこと？9本ミスってこれストライクとの差でかすぎない？これすごい差開くんじゃないの、これおーすごい、ちょっと、いけいけ、やったー、やったやった、やった、ダブル、バブルだよ、バブル、イエーイ、勝てるわけないやん、こんな1万円頼むよ、僕も、ほらやったやった、流れがこっからです、こっから、ボールはサンフレからです、どうやったらこっからになるのよ、17点対60点ぐらいの差あるんよ、これ余裕です、余裕、次はストライク出します、いやもうこれはなんか来た、いいぞレオ頑張れほら今気が散ってるはずだから、気になる気になる気になるよし、あー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 、今ちょっと VR でしょ今の、ほら自分たちに言う、あ、まだいるやんまだいる、お、はい、おっしゃー、はーい、真剣ですよ、ユミッチは邪魔しないで許さないわ、私が、いけ、ユミッチいけ、さあ、金沢店のアイドル、いけ、9本、あまあまあ、ね、今いろいろ傷ないもんね、もう傷だらけ傷だらけ、見てみほら1年経費だもんね、1万円への執着早い、最低最低、はい、初めて出たストライクです、裏、それが裏一言言っていいですか、チームメイトなので早くどきなさいと思ってさあちょうど結成通時間で具の集まりなんでね、あっしっかりチームなんで、ああ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 やってしもた、もうええ言うねん何しに来たんや、レオも邪魔すな、チームメイトやろ何をしてんねん気になるわ、いやそこはプロボーラーなんて、お前はええねんほらレオレオチラ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 、いくぞ、違う違う気になるわ、はい、あの レオ全く気にならんけど、さすがにチラチラは気になる、チラチラ、レオは全然気にならんけど、
あれは気になる。おお。ちょっとひなたちゃんうまいって。いけ。おお。ナイス。やったー。に、に、イエーイ。すごいストライク。やった。おお。やったー。あなた方1時間練習したんじゃないの？チラチラ。行きます。おお、おーじゃあいいの。いいのいいの。気になるわ。いいよね。おっしゃ。あーあネタ枠です。それは無理。もう投げてるやん、ユミッチ。あっ、ユミッチ。あっ、ちょちょちょ。おおおあっ、あーしゃ。おどうだ、一回しか来てない大中つみれプロ。いやー、やばいやばい、やばいやばい。おお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 おちょっとここで一発かましたいと思います。何？ピンポメロメロの術。メロメロ。あ、なんか持ってる、なんか持ってる。いつの間に用意したこれ。Amazon で売ってます。お願いします。あのフォトブック3冊ぐらい持ってる人知ってますから。なんなら大中すみれプロのカレンダー3個買う人もいますから。どこに？やめなさい。来た。イエーイ。あなた方に品という言葉はないんですか？あなた方に品。どういうこと？この巻物では、はい、どういうこと？もう全員そっちチームになったってこと？イエーイ、イエーイ、メロメロですもん。俺一人こっち。しかもこれで終わらないかもしれません。これで終わらない。よし、行きますよ。行きますよ。民法両手投げの術。今から両手投げしかできません。フィーン、教えましょうか、両手投げ教えましょうか。一言言っていいですか？レオ君にだけ教わりたくない。あの軸が手に入るのか。両手投げしかできないの？そうです。いや本当に。いったいった。あーしゃー、うまいうまいうまい。やった、今日から両手投げのプロになりました。すごい。スローで見たら最後片手になってると思います。よし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 、やったー。2-2 腹立つ。よし、忍法、忍法いきますよ。忍法いきますよ。忍法、左投げの術。イエーイ。いらない。で、あの回転軸は手に入ると思うと、身の毛もよだちます。嘘。どうですか、左投げ。こけるの。リアルにこけてる。おー、うまい、うまい、うまい。
ぴょーやべえ、かっこいい、当たり前やないか、好感度が上がる動画、当たり前やないか、当たり前やないか、誰よりも自分が一番驚いてる。自分にこんな才能があったっていうことに今気づいて、MT 左で投げればよかった。なるほど、なるほどね、はい、もういいよ。ちょっとササラプロここに立っててもらっていいですか。ここに立つの、はい、ここに立つ、投げます。で、あの足開いといてもらっていいですか。いきます。いやいや、本当にボール当てられたら困るから、ちょっと私逃げとる。やってない、やってない。病院奥にしてない。病院でも治らない。おおおお。イエーイ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 。なんやねん。なんやねん。さあ最後の。まだあんの。何？いきますよ。いきますよ。忍法滑り芸の術。どういうこと？なんか滑り芸あ、そうです、あの普通のいつものやつで大丈夫です。いつもなるほどね。ササラバンはいい男。違いますよね。いや、もっと、いや違うじゃないですか。いつももっと違うじゃないですか。いつもやってるやつですよ。何？いつものやつ。それ今日のためのやつじゃない。ほら、ブーってなってますよ。俺かっこええ。かわいそうやからもう。はい。うるさい。滑りついでに。いけます、いけます。コアの位置とね。なるほど。ちょっとこう。押せるかな。三重県伊賀地で中。うるさいわ。よいしょ。おい。惜しい。惜しいな。今ちょっとレオ君の。ローテーション 100%。 もう負けやん。もうまたもう大中さんも左手投げなさいよ、あなた。忍法左手投げの術、ファン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 。いや、もうそうですね、左投げがいいです。左投げの術、左投げの術。左投げの術、投げれないかも。このえ、ちょっと待って、わかんないんだけど、どっから投げてんの。こっから投げなさいよ。助走でここまで行って、しかもガリ股でこうた。ほら、貴重な映像です。大中すみ、あの大中プロが左投げ。ちょっと待って、助走をつけなさいよ、助走。あなた初心者か。右、皆さん初心者ぞ。俺も右利きだよ。1、2、3。ひどすぎる。じゃあ最後は両手投げ対決でいきましょうか。両手投げ。よし。両手投げ。両手投げできるの？できます。できる。できます。よし。いきます。よし。惜しい。大中さんできてた今。おーしゃー。勝った。ハイフレームでしょ、だって。ということで、100万直でございます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。一回も撮ったことないやないか、私は。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。何の対決かよくわからない。ただのわちゃわちゃ対決になってしまいましたけども。あとは編集でね、はい、また100万直ちょっと大中プロに奪われてしまいましたが、あとでちょっと私のね、ユニフォームこれで買ってもらいたいなと思いますんで。
やったー。はい、はい、ということで、本日はねコロナキャットボール金沢店に来させていただいておりますけども、はいはい、こちらのボウリング場素晴らしい、めちゃめちゃ綺麗、広い。そしてこちらにはスーパーアイドルユミッチさんもいらっしゃいますので、皆さんぜひこちらにも遊びに来ていただきたいなと。そうですね、バーンとね、はい、私ここの所属になったのかなっていうぐらい笹田色に埋め尽くされておりましたので、はい、またねそういう、笑いをね分かっていただけるセンターだと思いますんでね、はい、皆さんぜひよろしければご参加、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はねあのレオ君の、はい、素晴らしい回転軸も私手に入りましたし、今後のトーナメントに生かしたいなと思います。ということで皆さんどうもありがとうございました。そしてひなたちゃんありがとうございました。バイバイ。ストライクいっぱいあった。